あいつ、なんて言ってたっけ。やはり、そうか。武器が欲しい。そう思って。君のは？前の包丁はなくしちゃったから、それきり。だから守ってね。任せて。安永君は？同じ。芽衣子のところへ行こう。
ここだっけ？うん。チエミ、悪いけどこれ、返す。え？どういうこと？実際に使える武器がいるから。それより、どこを目指そう？やっぱり、お堂かな。遅かったね。いや、私らが早すぎたか。おはよう、知恵姉。それに、夫妻子春明さん。ついに、野里さんか。メイコ、おいで。メイ、ダメ。本性を現しましたか、夫妻子さん。あなたが全ての不幸の根源だ。最後だと思って今朝実力に訴えるのは予想してましたよ。嘘。え、何？知恵姉は騙されてたんだ。この人が汚れの元凶だよ。この人を宴に混ぜないのは失敗なんだ。この人をくくってれば母さんも義嗣もみんな死ななくてよかった。待って、そんな。今日はこの人をくくるんだ。そうすれば全部終わるから。安永君、よくないな。誰も知らないストーリーを軸に大事な話を進めたら。それはあなたもでしょ。どうして急に殴りかかろうとしたの？おお、そりゃそうだ。ちなみに行動理由は人質奪還ね。だからそれは。まあその前に、ここで混乱の極みを味わっている千恵美ちゃんにフォローをしておく許可をくれよ。
誰が狼かはさておいて、まず大事なことは二つ。まず、昨日僕はメイコに対してこの集落を脱出することを持ちかけた。それは昨日皆に聞かれたと考えるべき。村からの脱走は禁忌、それは知ってる。問題は村からの脱走をみすみす見逃す側も汚れの対象になるかどうかって点。だから早朝に芽衣子の身柄を押さえた。これはまあ話としてわかる。もう一つ、昨日千恵美と安永くんは対立関係になった。そのままならば今日の宴では両者の一騎打ちだ。基本的には春ちゃんの票をほぼ確定票で抑えている安永くんが有利だろう。しかし妙さんと芽衣子という浮動票がある以上確定じゃない。だから千恵美と和解して唯一の部外者である僕を狙うのが一番安全確実だと踏んだんだよね。違わない。だから僕を黙らせるために芽衣子を人質に取っている。違う。あなたがこの子を人質に取って僕らにひどい要求をすると思ったから。僕にそんなことをして何の得がある。ぶっちゃけ僕は宴には関わってない。君だって納得してたはずだ。それが間違いだったんですよ。じゃあこの場の他の誰が元凶だって言うんですか。僕も春ちゃんも家族を失った。タイバーだって匠さんを失った。僕らはみんな大事な誰かを失ってる。じゃあ失ってないのはあなただけだ、久石春明さん。君は嘘とか無茶を言うときに雄弁になる癖があるみたいだね。ふざけるのは大概にしてください。さすがに今はおふざけは自重してるよ、安永くん。君は人を感情で動かそうとしすぎている。そして千恵美のことも舐めている。君の言動のおかしなところを感情論で押し切れると思っている。確かに全ての悪事を僕のせいにすれば感情的には収まりがつくだろう。しかし一方で君は自分のキャラを大事にしなさすぎだ。冷静沈着、年上の暴論にも理屈でこうするキャラをね。勝手な分析やめてください。まあそれは10年だか何年だか君を見てきた村の方々が決めることだ。僕や君が決めるものじゃない。もちろん君だって心境の変化があってもおかしくないほど辛い体験をしたっていうのはわかる。じゃあ聞いてみようよ。君が完全に理性を失って僕というよそ者に怒りを向けているのか、あるいはとても冷静に僕をくくって今日の宴を空振りさせ自分の有利にことを運ぼうとしてるのか。つまり昼の死刑を回避して得をする陣営の人間なのか。どっちだと思う、千恵美。言えばよかったんだ、僕のことを狼だと。それでも言わなかった。あくまで元凶と言い続けた。自分が狼だと知っているから。
嘘をつくのが苦手なんだろう。かといって勝負どころじゃ、つかなきゃならない嘘はつかなきゃダメなんだよ。知恵ねえ、こんな奴のことを信じるの？そうやって理屈に対して感情論しか準備してないのは君の甘いところだ。君は最後まで理屈で戦うべきだった。うさい、あんたに何がわかる。ヘラヘラしてるだけで何もしなかった、できなかったくせに。僕はな、自分で考える頭を持ってたくせに、早々に迷信におもねって、弟と母親を見殺しにした君に対して、一人の大人として、率直に怒ってるんだぜ、安永くん。確かに僕は狼ですが、あなたはいくつか勘違いをしてる。もう僕らは勝ってるんですよ。もう一人の狼、出てきてください。いいね、ヤス君。ええ、もういいです。あたしがもう一人の狼よ。兄ちゃん、兄ちゃん、やっぱりタイバーンと兄ちゃんが狼様だったんだね。お兄ちゃん、ごめんな。
お姉ちゃんに隠れときな。ルアキさん、これって一体？わからん。OK。主導権は君に移った。説明を聞かせてもらえるかな。タエバお願い。ええわよ。もうずっと、ヤス君には頼りっぱなしだったからね。じいちゃん、メイコちゃん。これは話しちゃおらんかったけどね。昔、ずっと昔に、あたしが娘だった頃に、神藤吉の門が山祭りで寄って言うとったのよ。読み意味の宴についての本当のお話をね。そんなもんは、神藤吉の方々が、あたしたちを馬鹿にしてから考えたもんじゃと思ったのよね。だけど、そうじゃない。本当じゃと、信内様は、加護を下さるとともに、そう言われなさった。じゃからね、ちいちゃん。あたしらは、みんな、なきにしてやらねばならんかったのよ。
辛かったけどもね。匠も苦しそうにしとったけれど、でもこうしてやらねば詠み人は救われんと、神内様は言われるのよ。知らない。僕は加護を受けた時に知った。学校の先生の受け売りですけど、思想を与えればいいんじゃないですか。要は、自分たちのしていることが正しいと思えればいいんじゃないかって。なぜ、ハルちゃんは知ってた？狼様が私に教えてくれた。おじいちゃんが死んだ日に私の夢に出て、そう教えてくれたんだ。きっと正しい言い伝えを知ってると思った。タイバーが知らないはずないって。なのに言い出さないから、もしかしたらって思ってたし、兄ちゃんは二人で話した時もしかしたらって思って。
知恵姉と芽衣子が僕に投票しても、僕を殺すことはできない。ルールを曲げて不採石さんを宴に呼んでも、3票だ。決戦投票をしても、一人に選ぶことはできない。かくして、二人とも欠けることなく、狼の勝ちです。楽勝でしたね。春秋さん、それって。そうだね。安永くんの言う通りだ。知恵美たちの、いや、僕たちの負けだ。はるちゃん。何よ。あ、兄ちゃん。この、不採石さんは、どうなるの？このまま、何も関わらないのならば、僕は無視する。そう。なきにせいでも、ええのかね。必要なら、神内様がどうにかするさ。でも、黙ってはいないのでしょ、あなたは。さあね。正直、そっちが善玉なら、読み人側に手を貸すのも微妙って気はしてきたし。春秋さん？思ったより薄情なんですね。都会人の合理性とでも思ってくれれば？見損なった、とは言いませんよ。正しい判断です。とても正しい。ちょっと、そんなのないでしょ？あなたあれだけ、知恵姉のことが好きとか言っておいて、見捨てるの？痛いところを疲れるばかりでも不愉快だから、反論しちゃおうかな。はるちゃんよ。何よ。わかってると思うけど、君は死ぬぜ。それで、いいんだよな。え？君に聖典を教えたところで、君が人側であることに変わりはない。君は狼になったわけではないだろう。
たくみさんや野里さんを殺したわけではないだろう。殺してないけど。なぜだか知らないが、君は青天を知ってしまっただけのただの人だ。だから人が負けるということは、君も死ぬということだ。二人きりの時の話で、安永くんが狼である可能性に思い当たったと言っていたね。安永くんがミスでそんなことをするとは思えないから、きっと君の挙動不審から、君がそういう役回りだと感づいて。それで、自分の正体を確定させないままに誘導して、君が誘いに乗るかどうかを試したんじゃないかと思うわけだけど、狼は、そういう役回りの人がいることを知っていた、ということじゃないのかな。それが、どうした？ほんと。それが、なんだってのかしらね。読み人はくくられなきゃならない。汚れた、醜い、おぞましい私たちには狼様の渦と爪だけが救いなの。誰だってわかるわ、そんなこと。だから兄ちゃんは香織さんを手にかけたんだもんね。お母さんを幸せにするために。ああ、その通り。兄ちゃん、春も幸せにして。それで、知恵ね、どうする？おとなしくするなら、救ってあげる。